10月になり、外出する人の装いも秋らしくなっています。高校生たちも衣替えをして登校していました。 JR 山形駅では、ブレザーやカーディガンなど冬服に変えた高校生たちの姿が見られました。山形市の今日の最低気温は 14.5 度と9月下旬並みでした。また日中の予想最高気温は24度と、夏日となった昨日より3度ほど下がる見込みで、1日の寒暖差に加え日ごとの変化も大きくなっています。セーターの他にベストとかいろいろ着こなし方が、制服ではバリエーションがあるので、ちょっとうまく使いながら自分に合うような対応調節をしながらできたらいいなと思います。今日は気圧の谷や寒気の影響により曇りや雨で、昼過ぎから雷を伴うところがある見込みです。